はい、12月23日ですね。あと1週間ですか。じゃあ今日も相場解説1時間だけで見ていきますね。はい、こちらをどうぞ。1時間だけなんですけども、ちょっといいご質問いただいたところがありました。というのがね、以前条定と仮定を引いたと思いますけども、こういう風な感じでね、引いたと思いますけども、ちょっとラフに引きますよ。上の線を越えた時にどこでエントリーすればいいのかってことなんですよ。伸びてきたものがここに当たって押し目を作って上に上がっていく時に、確かにここを抜けたんだけども、じゃあエントリーするところはどこなんだってことなんですけどもね、これはね、ずーっと見ていくとここに力点が1個だけ残ってるんですよ。まあ、ですんで初心者の方はここをなぞったところを越えた瞬間に大きく上に伸びると思って、ここでエントリーすればいいんじゃないかなと思います。じゃあどこまでエントリーすればいいのかってことなんですけども、それもね、左側を見ていただくと、ここが力点になってます、レジスタボラインで。でこれをぐーっと伸ばすと、この辺りまで伸びるってことが見えると思うんでね、だからこの距離を取っていくって発想になりますね。この図がこの時に見えていればもう勝てるってことなんですよ。で私はこの時に先ほどの図が見えてるんで、この図がね、見えてるんで相場解説をしてるんですよね。だから数時間後の姿を、まあ仮説を立てて予測を立てて見えて、すいません、なんか電池切れちゃいましたね。まあですんで、この時点で数時間後の姿、これが見えるから私は相場解説してるってことなんですよね。で、いずれ皆さんも相場解説ができるように、この解説をね、見ていただいてると思うんですけども、力点の使い方とかあって、今回も結構わかりやすかったでしょ。だから補助線をたくさん引いて、その引いた補助線に、いろんなフォーメーションですとか、力点ですとか、ゾーンとかね、レジサポラインとかを、いかに見つけることができるかってことをトレーニングしていくわけですよ。ですので補助線をたくさん引く練習をした方がいいと思いますよ。はい、じゃあ今回はこんなとこですね。で今もう横ばいにまた入りましたんで、まあまり大きな動きをね期待するよりも、レンジを作ってそこをブレイクしたら取りに行く、この繰り返しでいいと思います。で今度のレンジはどこに引けばいいのってことになりますんでね、今回はまだレンジがない状態なんですよ。ただ先ほどまで上底だったところっていうのは今仮定になってますから、そこを破って下に行くよう、まあ行かないと思いますけど、行くようだったらそこでまたセルに入ればいいかなっていうところぐらいですかね。あとはエントリーポイント全然見えてきてないところです今。またね、今日一日ぐるっと見れることによって、明日の解説で新しいエントリーポイントを解説していきますので、まあもう今年も終わっちゃいますけどもね、明日相場解説したら本当に27日からの5日間しか相場が見ていられません。その時に儲けるようなポイントってのはもう、ね、出てこないと思うんですよ。で今回ね、値動きがなくなったよって言って2度ほど大きな動きがありましたけども、でもこれもイレギュラーなんですよね。これを取るのは非常に難しいです。なんで難しいかっていうと、べったり張り付かないと取れないやつなんですよ今回の。張り付いてらんないでしょ、特に深夜に動いてますからね。だからここは無理せず、深夜まで起きていたら生活壊れちゃいますんで、ここはまだ専業じゃないから取れないんだなと思って復習するにとどめておきましょう。まあ、復習のね、動画解説は私の方でやらせてもらいますので、十分勉強できると思います。それでは皆さん、チャートを見たら補助線をたくさん引く、その練習を怠らないでくださいね。素振りと一緒ですからね。補助線引かないと素振りにならないんで、ヒットもホームランも打てません。じゃあ。